え、0円？嘘でしょ？日だまり電気やばい。どうも皆さん、電気がなきゃ生きていけない Z 世代ドラミです。ガオ。私最近家買ったんだけど、水道、電気、ガスって契約しなきゃ暮らせないじゃん。その中で一番大事なのって電気だと思うの。水はコンビニで買えるでしょ。あとガスもガスボンベあればカセットコンロでお料理できるでしょ。でもテレビやエアコンは電池じゃ動かない。ゲームもできないよ。でも電気会社って最近増えてきたし、どの電力会社と契約すればいいんだろうってすっごい悩んだんだけど、めちゃくちゃすごいの見つけちゃった。それはね、日だまり電気。私太陽光発電デビューしちゃいました。だって設備費用も設置費用も0円なんだもん。無料ってこと。電気の使用量だけ払えばいい上に、契約期間中のメンテナンスまで0円、無料なんだよ。しかも25年間も出力保証付き。消費者のことほんとわかってる。私たちが求めてるのはまさにこういうことだよね。株式会社トレンディってところがやってくれるんだけど、東京電力のグループ会社なの。大手のグループだから信頼できるし、私のママも大手さんなら大丈夫って言ってたから安心。しかも私は太陽まで味方につけた。最強。なんかね、まず私の自宅の屋根をトレンディ社に貸し出して、太陽光発電設備をつけてもらって、契約期間中に発電してもらって、自宅に設置している太陽光パネルが発電する電力と電柱から送る電力を日だまり電気さんから提供してもらうって感じ。でさでさ、ここからが驚きなんだけど、契約終了後は太陽光発電システムを無償で譲渡してくれるのね。そしたら太陽光パネルで発電した電力を自宅で0円で使用することができて、停電の時とか非常事態の時に電源を確保することができるの。しかもその電気を売って売電収入を得ることもできるの。やばいよね。どうも電気屋さんです。日だまり電気ありがとう。日だまり電気のおかげで未来もお部屋も明るいよ。このチャンネルでは、私や信頼できる友人たちが実際に使ってみて本当に良かったものを紹介していきます。なるべく皆さんのお役に立てるよう動画を作っていくので、チャンネル登録お願いします。バイバイ。